ギャラクシー航空203便墜落事故とは、アメリカ合衆国ネバダ州で1985年1月21日に発生した航空事故である。ギャラクシー航空203便は、ロッキード L-188 エレクトラで運航されており、登録記号は N5532 であった。ギャンブルツアーのために旅行代理店が仕立てたチャーター便として、ネバダ州リノから、 ミネソタ州、ミネアポリスまで飛行するため、リノ空港の 16R 滑走路から1985年1月21日午前1時4分に離陸した。しかし203便は滑走路の端からおよそ1点をキロメートル離れたところに墜落し、炎上した。現場は自動車販売センターの駐車場で、キャンピングカー7台を巻き込んでおり、残骸は高速道路に点在していた。 乗員5名乗客66名の合計71名のうち3名は救助されたが1月29日と2月4日に1名ずつ死亡したため17歳の少年を除く70名が犠牲になった原因となった圧縮空気の装着口装着口の位置 NTSB による事故調査によれば離陸から墜落までわずか30秒しかなかった 離陸直後に始まった予期しない振動に応じた機長の一連の操作が墜落に至ったとされた。また副操縦士が航空機の飛行経路とエアスピードをモニターする任務を怠っていた上、機長と管制官の指示に盲目的に従っていたことも要因とされた。出発準備の最中、右翼第3エンジンの始動後に地上の整備士がエンジン始動用の圧縮空気の装着口から 圧縮空気のホースを外そうとして外れずに難重していた。これを見ていた地上作業の責任者が手伝ってホースを外した。しかし圧縮空気の装着口の扉を閉じ忘れていた。このことに誰も気づいていなかった。このため離陸時に気流の影響で装着口の扉と翼が当たり振動を起こしたというものであった。蓋が開いていること自体は飛行能力に影響はなかった。 この事態に、機長は、この振動を、エンジントラブルと誤信して、高度がわずか200フィートという状況であるにもかかわらず、原因を突き止めようと4機すべてのエンジン推力を、最低上昇出力以下に絞り込んだ上、副装重視も注意を払わなかったため、失速状態に陥った。機長が墜落の6秒前にマックスパワーを指示したが、すでに手遅れであった。なお、事故機の機長は、 ミネアポリスセントポール国際空港到着後、90分後には、ワシントン州シアトルに向かわなければならない上に、3時間も予定よりも遅れており、通常の操作を無視しなければならないほど、暴殺されていた。そのため、緊急事態の正確な把握方法を瞬時に行えなかったことが要因とも言える。また、事故の原因とは直接関係ないが、事故機の前の席には、 乗員の手荷物と調理用格納庫が搭載されていることを理由に乗客と乗客の手荷物は後部客席に集中しており前から18列までが空席となっていたため重心位置が許容の範囲を超えていたこの種の事故を防ぐ方法は確実に整備士が装着口を閉めることであると航空当局が通知した また事故機の所属会社のように小さな航空会社の運航乗務員の訓練に航空当局が援助すべきであると勧告された。なお、ギャラクシー航空は1986年に違法な機体整備が発覚し、航空当局から業務停止処分を出され消滅した。ありがとうございます。